ノルドとの文化交流の手助けをしたいようだな。やあ、私は無効水なリガート。ダークエルフに対してノルドが行う栄えあるノルド文化交流探検隊を率いている。すまん、ダンマーが正しかったな。弱々しい者たちを表す適切な言葉はダンマーだったはずだ。いや、小さいものだ、弱々しいものではなかったな。ゆっくり大きな声で喋るようにしよう。また最初からやらせてくれ。私はリガートだ。新進気鋭の外交団でダークエルフの暮らしを学び、輝かしいノルドの文化を広めるためにここに来た。お互いのことを学び合えば同盟のつながりも強くなるだろう。しかし記録館にこのバカでかくて臭いキノコのそばで待たされている。文化や芸術、宗教の贈り物を持っているというのに宝の持ち腐れだ。この贈り物を持って行ってくれないか。ダークエルフのものと交換してきてくれ。本、服、遺物が必要だ。栄誉あるノルド文化交流探検隊を助けてくれてありがとう。うまくいけば間もなく記録館が来る。その間に取引できるものを持っていく場所を説明しよう。なあ、笑わせるな。そのジョークをダークエルフの大使に使う日が待ち遠しいよ。どれも見事だが、どれについて説明しようか。ダークエルフの服はとても豪華なんだ。モンフォールドの職人地区にいるイリラ・マレランという名の仕立て屋の噂を聞いたことがある。我々からの贈り物として彼女にノルドの伝統的衣装を渡してくれ。きっと気に入ってお返しに美しいダンマーの服をくれるだろう。灰色ネズミがシャドアツーラという名の立派な蔵書庫の話をしていた。彼らは我々の本を喜ぶだろう。ダークエルフの文化や習慣に関する本と交換してくれるかもしれない。そうなったら素晴らしいね。あれは一級の文化遺物、野生の心臓だ。ムス・グナールという修道院まで持って行ってくれ。捧げ物としてモンクに渡すんだ。ただし返礼としてダークエルフの質のいい遺物をもらってくるんだぞ。ありがとう。それからもっと大声で話した方がいい。お前はこれでノルド文化施設の代理だ。衣類、主に上等な服があるわ。モンホールドで一番よ。そうね、私は金の方がいいわ。でも何を持ってきたの？その匂いは何？ちゃんと洗ってあるの？待って、これはマンモスの赤子の毛皮ね。輸出を禁じられたしなよ。私たちと文化交流をしたいなら交換できるものはあるかもしれない。気にしないで、大したことないわ。文化交換を妨げるようなことでは決してないから。はい、この飾りを持って行って。実験的な染料を使ってあるの。色が美しく鮮明に作れるのよ。Thank you.
んてひどい虐殺だ。全く準備ができていなかった。トリビナルが救ってくれた。助けだって？もう手遅れだ。ベレアンスが警告なしに襲ってきた時、我々は感染者の治療をしていた。ムスグナールの修道院にいた人は全員殺され、何もかも火をつけられた。奴らは人々を炎の中に投げ込んだんだ。奴らアッシュランダーはトリビナルの光と保護を受けない異端だ。もうこれ以上考えたくもない。本当に力になりたいと思うなら治癒士セナーを探してほしい。彼はベレアンスの偵察部隊から逃れてムスグナールの外に生存者を集めている。かなり多くのメダリオンを集めなくては。どのような恐ろしい運命がこの人たちへ降りかかるのでしょう。分かってます。でも感染者を見捨てたりしないのはドルリルだけではありません。離れるわけにはいきません。誰かが戦死者のメダリオンを集めなければ。メダリオンは聖ベロスの涙の力を集めます。それを身につけると伝染病の進行を遅くしてくれます。メダリオンはアッシュランダーが攻撃した時にチリジリになってしまいました。今はほとんど持っていません。これだけだとハスクには何も効き目がないと思います。ありがとう。うまくいったらメダリオンを私のところに持ってきてください。ムスグナールの北です。
奴らはあそこにいる。報いを受けさせられればどんなにいいか。あそこにいるろくでなしの集団ベレアンスにだ。あいつらがムスグナールに放火して父親を殺した。俺も兄弟も逆襲する機会を狙ってる。これは復讐と名誉のためなんだ。それが問題でね、父親の仇を討ちたかったから方法を見つけようと別れたんだけど、俺はそこまで勇敢じゃない。あいつらは数が多すぎる。命を捨てるようなもんだよ。あんたは俺よりも強そうだ。この松明を受け取って物資を燃やしてくれないか。父さん、ああ父さん、どうしてこんなことに。これで報復は果たされた。父は生き返らないが、父を殺した奴らは少なくとも代償を払った。なのになぜ気が晴れないんだろう。聖堂は今大変な時期だ。何か重要な用事でもあるのか。ちょいと待ってくれ。
ここで何が起きているか見たか？武器か鎧か、それともキンドルピッチでも持ってきたのかね。ノルドの軍事物資なら今すぐ使えるんだが。動物の心臓だと？オウシか何かか？乾燥したオウシの心臓を一体俺がどうするって言うんだ。落ち着け、落ち着くんだ。これと何かを交換したいと言うんだね。三大神のこういう教えがある。権利と義務を果たせってな。さあ、この古くなったパンを持っていきな。奴らには聖なるパンとかなんとか適当に言ってくれ。大げさにな。ノルドはそういうのがお好みだ。メダリオンをいくつか回収できましたか？そうだといいのですが。考えが甘かったです。私一人で探せると。ありがとう。異物が無事でアッシュランダーがいなくなれば仕事を再開することができます。私には勇気がないかもしれませんが、感染者を治すのを手伝わせてください。破壊され、命が失われた。こんな虐殺は全く必要ないのに。我々は異教徒アッシュランダーの部族であるベレアンスから襲撃された。奴らは治癒と避難を目的とした無償なる襲い、文句と感染の疑いがありそうなものを殺してしまったのだ。私たちがやっているのは至って簡単なことだ。聖ベロスの涙を使ってロドス病の感染者を助けているだけなのだから。生存者をできるだけ多く集めたが、ベレアンスが捕虜を捕らえて燃えた建物に投げ込んだのだ。我々のリーダードルリル・ベルバインはまだ向こうで生存者を探し、聖ベロスの涙を守ろうとしている。ドルリル・ベルバインが心配だ。この悲劇の時に彼の精神的な導きがなければ我々の修道会は壊滅してしまうだろう。彼はこうなっても聖ベロスの涙がなければならないと言っている。そして他の者が苦しんでいるのに去ることはできないとムスグナールにとどまっているのだ。ベロスはチャイマーをサマーセットからモローウィンドまで導いた後涙を流した。そのアーティファクトには病を治す力がある。我々はロドス病を治すことができていない。しかし涙は疫病が感染者を蝕む速度を抑えられるのだ。わからない。奴らはベロスを崇拝し彼を預言者と呼んでいる。この疫病を憎んでいて、おそらく異物が欲しかったんだろう。しかしおかげで我々の仕事が邪魔された。今じゃどこもかしこも疫病ハスクでいっぱいだ。暴力的で考えをなくした怪物だ。我々が涙の力を導き出すため祈りを捧げ続けないと、感染者の多くは瞬く間に疫病の犠牲となり、その身を一変させてしまうのだ。あの生物に。
ドーレス家が尊敬する人は俺も尊敬する。うん、目は狡猾さ、武器には血生臭が漂う。しかしお前がベレアンスなら、私は腹が膨れたネッチだろう。ムスグナールに何の用だ。治癒士セナーは心配しすぎなんだ。今まで戦いから逃げ出したことはない。大体まだ始まってもいない。ベレアンスか。奴らはロドス病を恐れている。その対策としてモンクと感染者らしきものを捕らえて火の中に放り込んでいるんだ。全く我慢ならない。私は剣を捨てて僧兵のローブをまとったが、臆病ではないぞ。それは素晴らしい。いつも言ってるんだ、東が静かなら西へ行けってね。疫病ハスクに気をつけて、できるだけ多く救い出してくれ。私はこの哀れな魂を治癒士セナーのところに連れて行くよ。来い、安全な場所に避難しよう。助けてくれてありがとう。ドルリルが助けを送ってくれると思った。トリビナルに感謝を。ここはかなり熱くなってきた。ビベクを称えよ。ドルリルに頼まれたの？トリビナルに感謝を。ここはかなり熱くなってきた。
ビベクを称えよ。トリビナルに感謝を。ドルリルに頼まれた。あなたに会えたわ。助けて、ドルリル・ベルワインが囚われたわ。奴らは彼を縛り上げて燃えている建物に放り込んだの。そして炎に風を送り続けた。奴らは私たちがやったことを冒涜と捉えてる。炎は全てに対する奴らの解決策なのよ。お願い、ドルリルを助けて。何か良くないことが起こる前に出るわ。そろそろ来ると思っていた。橋から漕ぎ始めるところだった。火だ。これが全てに対するベレアンスの答えだ。奴らは疫病の犠牲者と冒涜者を共に浄化しようとしている。クワマーのクソどもめ、疫病ハスクを迂回しようとしてアッシュランダーの偵察隊に飛び込んでしまった。まだ出ることはできない。ベレアンスは我々がセーベロスの涙を怪我したと信じている。それで破壊するつもりなのだ。修道院へ行って涙を守らねば。彼らに破壊されてしまったら大変なことになる。涙は地下室に保管されている。取りに行くぞ。ああ、
神よ、戦争以来こんなにもひどくやられたことはなかった。魔女が涙に術をかけたに違いない。見ただろう、部屋の反対側に飛ばされたんだ。ベロスの杖にかけて、そいつは今日一番のいい話だ。いいか、ベレアンスは絶対に私たちから離れない。奴らのリーダーが生きている間はな。どうかしていると思うだろうが、それが真実だ。ああ、アシュランダーを指揮しているのはアシュカーン・ギナサだ。ベレアンスのキャンプに行って奴を殺してくれ。蛇の頭を切り落とせば蛇は死ぬはずだ。それで二度と奴らがセーベロスの涙を脅かすことはなくなる。終わったら北の道に会いに来てくれ。俺はもう消えそうだ。
ンプに侵入者だ。命を落とすことになるぞ。終わったか。セーベロスの涙は安全な場所に保管した。アシュランダーはもう放っておいてくれるだろう。三大神に誓ってベレアンスが今すぐ帰ることを願おう。私のせいで状況をさらに悪化させていないことを祈るばかりだ。血を見るのが嫌になって軍を抜けたのにこの有様だ。奴を殺したのはお前だが、私は矢を飛ばした。それでもお前には感謝している。